文字、神の箱と記載。神、機械ごときがその名前を語るか。ポッド、機械生命体がどうして同じ種族のパスカルたちを襲ったんだ。不明。使えないな。推奨、機械生命体の現状についてさらなる情報の収集。警告、過度の戦闘行為は機体への負荷が大きい。黙ってろ。拒否。本支援ユニットはヨルハ機体 9S 随行機体対象ヨルハ機体の状態を危惧する権利を有する。勝手にしろ。
ーターさん。そんな、オペレーターモデルが、どうして。優しい人に、優しい人になってほしいと 2B は言っていたぞ。お前が 2B の言葉を語るな。
ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。ヨルハキ隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下したヨルハキ隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し、現時点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル214は死亡。ブラックボックス信号も停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。アクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。わかった。
ればいい場所ですよ。たくさん落ちているガラクタさえなければもっといいのですが、拾っても拾ってもなくならないんですよね。パスカル、それはパスカル、なんか聞き覚えのあるような。まあいいか、よかったら少し見ていきませんか。来ると思っていたよ。
ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。デボル、オボル、どうしてここに。約束しただろ。は？何言ってるんだ。ナイエス、今のうちにハッキングして。わけがわからない。詳しいことは塔に入ってから説明するから。
Thank you.
Thank you.
旧時代に管理者と呼ばれた彼女たちの個人記録だ。そう。疑問、なぜアンドロイドデボルおよびポポルは常に同時に死を選ぶのか。当該状況からの単独離脱は可能であり、君に理解できないことを祈る。了解。疑問、なぜこの塔に入り口が用意されていたのか。資源搬入は上空から行われていることを確認。外部からの侵入路が用意されていることは不自然。予測、罠。